みなさんこんにちは、はずきこえです。あいこです。はい、はずきのショー with A ということで、今日もよろしくお願いします。はい、さあ、いよいよですよ、はい、先生。はい、ね夏至の日がね、やってきますよ。やってきますので、はい、去年の夏至の日もね、すんごい盛り上がったんですけどね。盛り上がった。盛り上がったね。あの辺からでしょ、愛ちゃん、本当に。そうですよ。ね。だって福岡にね、帰ってこられたのがそのぐらいですから。そうだよね。夏至はめちゃくちゃ私、糸払ったんで。マジか。でも本当に面白いと思ったのが、去年の夏至の日に糸払ったことの、ほとんどが今、進行中です。すごい。マジですか？びっくりします。本当にリアルに、ちょっと怖いぐらいに。へえ、だってね、あの時これ影も形もないもんね。ないですよね。なんならこんなに先生と仲良くもなかったし、ね、いや知っていたし、ね、なんかあったんですけど、こんな風に先生に思いを寄せるって違うけど。そうなの？先生、やるなこんな風にはなんか思ってなかった。本当にね、すごいなと思って。ねえ、やっぱだからそういう意味で本当に糸放つってすごい大事なことなんだよね。思ってます、本当に。まあそういう日が、まあね、あの夏至の日ってやっぱり太陽一番高い、太陽のエネルギー一番こうなんか降り注ぐ、一年で一番こうエネルギーが高まる、はいはい、陽極まる日だからね。その陽極まった日に、今回の夏至はあの本当に陽のエネルギーをなんかこう噴射しようみたいな噴射ですか、打ち上げようみたいなそういう日なんですよ。大盛り上がりですね。大盛り上がりですよ。でこれがやっぱりそのね、夏至と冬至がセットだから、ここで放っとかないと冬至はどうすんのよって話なんですよ。もう冬至は本当になんかこうベーンみたいな、ビッグバーンみたいな感じになるからねそのビッグバーンになるときに、この夏至で放ったところへみんな行くんですよ。なるほど。ああ、なるほど。うん。その日に放っちゃ遅いのよ。登場。だからビッグバーンだから。それはもう爆風に、はい、もう爆風スランプになるわけですよ。なんか、うわー、コロコロコローって飛んでいっちゃうから、どこ行ったみたいな感じになるから。なるほど。行き先を、この夏至で決める。話す。決めておく。ってことですよね。まあもうそれは本当に大事なことなんですよ。で、それで、今回はですね、もう、スペシャル、オプショナルサービスですよ。そうですね。新しい。もう、これもうちょっとね、ごめん、ものすごいワクワクしてる。ですね、楽しみですね。やべえ。これね、前からね、したかったのよ、本当に。やっとですか、じゃあ。やっとできる。やっとできるようになりました。はい。宇宙とつながる、お焚き上げを、やっちゃおうと。ね。ブォー。なんかね、でも、お焚き上げって、なんかやったことある、はい、ないです。なんか神社でやってるののに、なんかお人形持っていくとか。ああ、そういうイメージしかないです。まあ、なんか、お正月のほら、ね、とんど焼きとかっていうんだっけ、そう。ねえ、まあ、そういうもんですよ。ですよね。結局その、いわゆる火にくめることによって、そのエネルギーを消化させていくっていうか、上に上げていくっていうような、まあそういうことなんだけども、今回のその、夏至の日はね、要は、どっちかというと、お焚き上げってさ、なんか、ネガティブなイメージがない？うん、どっちかって言ってるんじゃなくて、だいぶ私はそれしか知らなかったです。ね、なんかこう、みたいな感じで、悪いものを払おうみたいな。キラーみたいな。そういうイメージでしょ、なんとなく。元気ですね。元気ですかその置いといて。そうなんですよ。ね。それがね、ちょっと違うの。葉月式としては。葉月流は。もう、その、なんかこう、邪気を切るとか、そういうことじゃない。違うんですか？どんな感じですか？要は、その、さっき言ったみたいに、糸を放った糸をちゃんと宇宙に届けましょう、みたいな。だから、皆さんがそのロケットの先端に乗ってるとして、それをこう、なんか、とりあえずこう、サイみたいな。援護するみたいな。そう。なんかほら、なんか、いやでチアリーダーがさ、なんかこうやるじゃん、こうクルーッと回ったりするじゃん、ピューッと飛び上げて、あんな感じ、イメージとしては。わかる？みんな先生がこう下からこう、こうやって、ヘイって、シェーとかって言って、そのままバーッとこう着地するみたいな。いいですね、そんな感じ。だいぶ元気です
もうすぐ61ですけど。そうです。元気です。はい、元気です。はい、何よりです。ありがとうございます。はい、そう、そういう感じです。うん、で、これがやっぱり火のエネルギーなんですよ。うん、ね、あの、水はやっぱりこう、流すっていうエネルギーじゃん、うん、あ、そっか。ね、こう、浄化するのはやっぱり滝行とか、はい、うんうん、やりましたよ、私も滝行何回も。見ましたよ。見ましたよ、もう本当に。あれは完全に浄化なのね。うんうん。で、火はやっぱりその、こう、もう燃やしながら、本当にこう、上に届けていくっていうような、そういう意図で今度からやろうと思ってんで、あの、できるだけよ。あの、できるだけよって、タメ口になっちゃったごめんなさい。できるだけ、皆さん、あの、こう、ポジティブなイメージを飛ばしてほしいわけ。はい、なるほど。もうこの人と、縁を切りますとかいうのは、いや、まあ、あってもいいけども、あの、どっちかというと、うん、あの、僕からすると、なんで縁切りたいんですかって話なのね。はいはいはい。なんで、本当ですか、うん、って、うん。で、もし本当に縁を切りたいんだったら、じゃあ、新しいパートナーはいるの、うん、いらないのって、うん。だから、縁を切るっていうよりも、その先を見てほしいわけね。うん。いや、もう私にとって、もう最高の素晴らしいパートナーと出会いますとか。あ、なるほど。ゲットしますとか。すごいポジティブじゃないですか。そうでしょ、うん、だって、その先が必ずあるはずだから。うん、そっか。ね、はい。そこで、例えばじゃあ、なんか、あの、もう、会社辞めますとかでもいいんだけど、いや、辞めてどうすんのって話。ああ、辞めて自分でやりたいことをやりますっていうことですね。そっちを、にフォーカスしてほしいわけ。うん、なるほど。私のやりたいことをやります。じゃあ、うん、やりたいことは何なのっていうことになるわけ。そっか。で、それが、まあ、まだね、はっきり決まってなくても別にいいけども、はいはいはい、できるだけぼんやりでもいいからそこを書いてほしいわけ。具体的に。具体的に。例えば、なんかあるかな。何々の仕事に、つきますとか。そうそうそう。まあまあ、まあ、こう、大好きな、例えば、まあ、愛ちゃんだったら、その、この間ほら、絵描いたから、はいはい、この絵が1万1000万円で売れるようになりますみたいなね。例えばよ。それすごく具体的だから、はい、そういうの方が叶いやすい。うん、やっぱり、漠然としちゃうと漠然としちゃうのよ。まあそうですね。うん。だから、まあ、あの、一つの僕はね、なんか皆さんに実験だと思って、うん、あの、うん、なんか、こう、トライしてみてほしいわけ。うん、そういう、こう、あの、なんか、いついつまでに、まあわかんない、なんか、どっか引っ越しして、そこで素敵なお家を建てますとか、ね、あの、わかんない、なんか、海のそばで、なんか、こう、素敵な、の、リゾートライフを楽しむんですみたいな、はいはい、沖縄のこの辺がいいですとかね、で、そこで私は毎日こんなことをしてるんですみたいな、そういうのがいいです。楽しいです、ね、で、それを皆さんが思い描くだけで、なんかちょっとワクワクしてくるっていうか、なんかちょっとニマニマしちゃうっていうか、え、そんなうまい話あっていいのぐらいが一番いい。へぇ、そこでね、変な遠慮とか、はい、なんかこう、まあこれぐらいでいいでしょうとか、うん、それがやっぱりよろしくない。わかりました。ベストですね。一番最高潮。理想最高ベストですよ。わ、うんうん、かりました。それを追い求めてください。はい、で、それを放たないと、はい。で、その放った時に、やっぱりこう、ワクワクする。え、どうしよう、そんなだったら、もう私も、もう、幸せーみたいな。もう、本当にね、それが実現する次元がもう目の前までやってきてるんですよ。うん、好きなことだけやって、生きていっていいよっていう。本当に。え、それ、嫌ですか、皆さん。それがいいですよ。ね、本当はそれがいいんだと思う。で、それでさ、なんか本当になんか楽しい人、うん、好きな人、うん、と、毎日なんか、ああじゃない、こうじゃないとか言いながらね、なんかこう、なんかご飯食べて、なんかこう、なんか酒飲んで、ひっくり返って、ああ、今日も楽しかったね。何が問題ですかって感じですね。うん、本当に。それでいいじゃん。うん、で、その、楽しいことを発信していく。はい。我々もね。うん、そうですね。その、まあちょっとこう、はずきこれ、あの、ネガティブな闇に陥ってたって、あの、一部で言われてるんで。そうだよ。知らない。知らないね。知らないけど。あの、いや、あのね、まあ、バランスだから、はい。本当にバランスだから。ね、そういう部分もあるし、そのポジティブ、うん、今回はそういう意味では、もう今回の夏至はもうポジティブな部分にもうフォーカスしましょう。はい。皆さんの理想最高ベストの状態をできるだけ具体的に書いて糸を放ちましょう。それを葉月光栄がサポートします。祝詞をあげて火を燃やして。これ、ちょっと聞いてくれる？なんで火が燃やせるようになったかっていうのちょっと聞いてくれる？
じゃあなんで火が燃やせるようになったんですか。ちょっとちょっとな、ひねれよそれ、そのまんまやんけ。あのこれね、やっぱあの難しいじゃないですか、うん、火を使うのは。そうですね、もうどこかしらでね、ダメですもんね。ダメですよ普通は。なのでなんでできるようになったかっていうと、土地を購入したんですよ、ね、土地を。そうけまあまあそこそこ広いんで、ね、できるんですよ、ね、我々の土地だから、ね、ちょっとぐらい、まあ、ね、あのもちろん気をつけてやりますよ、ね、あのなんか飛びしないようにとかいうのはもう本当に気をつけてさせていただきますけども、うん、そこで皆さんがまあ要は書かれた宣言文みたいなのをこうまあ火にくめてお焚き上げ、うん、燃やしていくことによってそのエネルギーをまあ天に届けましょうっていう、そういうまあオプションです、うん、そうですね、夏至の遠隔ヒーリングのオプションでお焚き上げをします。します。ですね。まあ、その日の昼やります。私。当日ですね。あ、当日。はい、夏至の日の当日にそれをして、こう、まあ一応ね、なんかこう、そういう、なんかセットもして、ちょっとあんまり詳しくは言えないけど、あずき公園の、まあ、ノリと、もあげて、ね、皆さんの糸が宇宙に届きますように、みたいな感じで。って言ってるようなことを言いませんけども、はい、そういうようなことも言います。それちょっとあのね、実際にはまあ見ていただき、その申し込んでいただいた方にはこんなことしましたよみたいな報告のレポートももちろん、ね、はい、差し上げますし、うん、まあ今回はね、やっぱりその夜の遠隔ヒーリングとの大きな違いっていうのは、やっぱりその昼はやっぱりその一言のそのね、うん、申し込んでくれた一言に結局その自分の意図がうん、入りますから、よりパーソナルだっていうことですね。なるほど。はい。あの、夜は、やっぱ僕から、こう、皆さんに送っていくっていう形なんで、うん、皆さんの本当にその、意図が叶いますようにっていうエネルギーが送れるんだけど、うん、ごめんなさい、僕には皆さんの意図が分かんないのよっていう。うん、ああ、そうか。ね。そうです、ね。でもそれが、皆さん送ってくれたら、それは分かってるから、こう、ちゃんと、こう、見るんで、うん、ああ、こう、こういうことね、みたいな、この人の意図が叶いますようにっていうことで、お焚き上げをさせていただくんで、うん、それはもう絶対加速しますよ。間違いない。うん。うん、ね。で、それを本当に愛ちゃんみたいに覚えといてほしい。覚えてます、私は。もう絶対、もうびっくりするぐらいのスピードで叶いますから。ねえ。本当に。ここにいますよ、一人、生き証人が。本当に。ね。ね。で、今年はだから愛ちゃんはさらにですね。そうですね。さらに。その次の段階だから。うんうん、そうですね。私も何てしようかな、ちょっと考えます。ね。なんか本当に、だってお焚き上げで私も燃やしてほしいし。そう。うわーってやってほしいので、私は一生懸命考えます。ぶわーぶわーあーか。ちょっと僕は火は吐けないですけどね。ドラゴンじゃないです。その無理なんですけど、はいはいはい、そういうことをね。そうですね。はい、しますね、今年は。はい。新しく。ということで、まあ、オプションメニューとして、もちろんこれ、はい、あの、全員じゃないので、希望者だけっていうことになりますし、うん、すあの、普通の遠隔ヒーリングでも私は十分、あの、満足ですっていう方でももちろんいいんですよ。うん、ね。でも、その、なんか、あ、自分はこうしたいっていう意図は、うん、ぜひ、その書かなくても、そのオプション申し込まなくてもいいから、うん、夜は、ぜひそれはね、自分の胸で唱えてほしい。うん。うん、それがやっぱり加速する方法だから、まあ、今からその21日までの間に、ぜひね、その、なんか自分のその、理想最高ベストの状態を、こう、本当に書いてほしいっていうか、うん、に、煮詰めてほしいっていうか、うん、明確にしてほしいなと思います。で、書いていただくのは、うん、なんかこう、なんていうのかな、絵馬、神社に奉納する絵馬みたいなもんだと思ってください。うん。あの、お焚き上げにお申し込みいただいた方にってことですよね。そうそうそう。あの、こううん、メッセージを書いていただくんだけども、自分でね、書いてっていうか、あの、まあ、打ち込んでいただく。そうそう、打ち込んで、あの、手書きはしないですからね。あの、打ち込んでいただくんだけども、さあまあ、その時に、まあ、ちょっと大事なポイントとしては、合格しますようには NG よっていう。ね。合格しますって書いてください。はい。どこどこに合格します。例えば幸せになりたいじゃなくて幸せになりますとか、ね、結婚したいとかじゃなくて、進学します。OK?OK、okay? ですか、はい、そこは間違いないようにしていただきたいね。はい。はい、で、それで、まあ、その当日、おたけあげするのもうすんごい、僕本当に楽しみにしてるんで、あの、ぜひよかったら
オプションですけども、ね、オプションも選択してください、はい、選択していただければと思います、うん、まあそのあたりね詳しいところは、うん、あの概要欄から入っていただいてあのご覧いただいたらその書き方とか、うん、そのオプションの選び方とかも分かるようになってますので、はい、ぜひ、楽しんで、素晴らしい未来に対して糸を放っていきましょう。おー、うん、やるぞー。じゃあねー、ありがとうございます。